シェア畑菜園アドバイザーの馬場です。今日はスナップエンドウの花をたくさん咲かせる方法についてお話しします。4月中旬になりますとスナップエンドウの収穫がピークになりますが、徐々に花の咲きが悪くなってきます。花が咲かなくなってきますと徐々に収量も低下してきますので、長く花を咲かせるということが一つのポイントになっていきます。今日はスナップエンドウを長く花を咲かせて収量を多くしていく方法をやっていきます。最後に質問にも答えしますので、ぜひご覧ください。それでは行ってみましょう。それでは実際にスナップエンドウを見てみましょう。こちらはつるありのスナップエンドウです。このように非常に花がたくさん咲いており、まだまだ収穫が続きそうです。この花が咲かなくなった頃が収穫が徐々にできなくなっていく時期になりますので、このように花が長く咲くように目指していきましょう。少し大きなスナップエンドウがあるので撮ってみます。このように収穫ができました。鞘が大きくなり始めましたら次々に収穫していきましょう。それによって収穫量も増えていきます。一つ一つの実の方に栄養が集中してしまわないように、収穫時期を逃さないようにしていきましょう。まだまだ先端も元気がよく、これからぐんぐんと伸びていくと思います。それではスナップエンドウを長く収穫するためのポイントをお伝えします。一つ目は誘引作業です。こちらのようにつるありスナップエンドウの場合、背丈が2メーター近くなりますので、こまめに誘引してあげないと花が風で煽られたり茎が折れるということになりますので、スナップエンドウにもストレスがかかり花がうまく咲かなかったりします。最悪の場合は支えがないと折れてしまったりします。その点も注意していきましょう。だいたい紐と紐の間隔は15センチ前後ということでやっていきましょう。上の段はこの辺の位置、この辺りに紐を結んでいきます。こちらをご覧ください。こちらのように上があまり飛び出る前に紐を取り付けるのがいいです。また支柱との結び目はしっかり固定して風で煽られないようにしてください。徐々に緩んでしまって意味がないというのではいけませんので、しっかり固定していきましょう。こちらの組み方を見てみましょう。より頑丈に設置しています。このように間をクロスして紐を設置することで風に煽られづらくなります。こちらのスナップエンドウはつるなしのスナップエンドウですので、せいぜい1メーター以内ぐらいで背丈が止まります。ただし紐の設置は遅れないように注意してみてください。二つ目の対策です。下葉の除去です。下葉が混み合ってきますと通気性が悪くなることで病気になります。うどんこ病やその他のカビ病などが発生しますので、株元の下の方はきれいにしておきましょう。また雑草などもしっかり抜いてみてください。ではやってみます。このように気づかないうちに枯れてる葉が多くありますので、探って除去していきましょう。この時に間違えて茎など折らないように注意してみてください。また細くて弱い茎はカットをしてみましょう。こちらをカットしてみます。こちらはひょろひょろっと長いんですが、太さがなく弱々しいです。花が咲く養分を使ってしまうのでカットしてしまいました。こういうものがありましたら見つけ次第カットしてみてください。3つ目です。収穫時期が遅れないようにしていきましょう。4月中旬以降に大切な作業です。この収穫が遅れることで実にどんどん栄養がいってしまい、次の花や実の方に栄養がいかなくなることになります。先ほど収穫したようにちょうど収穫サイズで取ってあげましょう。あまり放置していますと株が弱って花が咲かなくなっていきます。こちらをご覧ください。まん丸に太ったスナップエンドウがたくさんついています。こちらなどはすでにもうグリーンピースの状態になっているかもしれません。収穫サイズのものが10個以上あると思います。これ以上たくさんつけてしまいますと株自体が弱り出しますので、あまりつけすぎないように早めに収穫していきましょう。こちらを見てください。まん丸に太ってしまっています。鞘自体が硬くなり豆として食べるしかなくなりますので、スナップエンドウ本来の鞘の甘みだとか美味しいものが味わえなくなりますので、このようにならないようにしてください。徐々に弱ってきますと葉がだんだん黄色くなってきますので、やがて全体的に枯れていきます。鞘をつければつけるほどこの現象が早く発生していきますので注意してください。結果的に大きくなりすぎた場合は鞘の中の豆をグリーンピースのようにして食べることもできます。実際に食べてみて鞘に筋とかが残っていた場合は、枝豆のように豆だけ出して食べてみてください。豆は甘くて美味しいので試してみてください。
最後のポイントをご紹介します。お酢の散布です。お酢を散布することで病害虫予防や何よりスナップエンドウの成長の代謝が良くなります。それによってうまく花に栄養分が運ばれて花が咲きやすくなったり鞘が大きくなりやすくなりますので、お酢の散布を週1回ぐらいやるといいと思います。弱ってきてからやるのでもいいんですが、効果を出すためには弱る前から少しずつかけていきましょう。ではやってみます。お酢に関しましては約200倍で薄めてみてください。醸造酒などの食酢を使っていきましょう。では散布してみます。風が強い場合には自分にかからないように風上からかけていきましょう。ではかけてみます。まんべんなくかけていきます。スナップエンドウは最終的にうどんこ病にかかりやすいです。先ほど下葉などをカットしたのはうどんこ病予防の一環です。重曹水やお酢などをかけて予防する方法がありますので、お酢をかければ一石二鳥で予防対策と成長促進に役立ちます。お酢はなるべく使い切っていただいて、余った分は株元に撒くなどして使い切ってしまいましょう。根にお酢をかけることで根の成長促進にもなりますので、やってみてください。それでは質問にご回答していきます。こちらのイチゴのアブラムシ対策のショート動画にコメントいただきました。油石鹸水はどうすればいいですか、売っていますか、というご質問です。おそらく市販のものはないと思います。作り方としてはヤシの実洗剤、いわゆる天然由来の洗剤をペットボトルのキャップ1杯、そこに食用油、ペットボトルキャップ2杯、それを2リットルの水と混ぜてください。2リットル入りのペットボトルにそれらを混ぜてキャップをしてしっかり振って作りましょう。少し泡が落ち着いて混ざり合ったら使えます。作り方のコツとしては、まず水を半分ぐらい入れて、そこに洗剤と油を入れてしっかりと混ぜます。その後に水を加えて2リッターの完成品にすると、そうしますとしっかり混ざった液体ができます。やってみてください。今日はスナップエンドウの花を長く咲かせるためのポイントをご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。